どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン S、 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは大島洋平ファンさんとバカ大魔王さん、たい焼きさんからのリクエストですね。やっていきたいと思います。上本博樹選手作っていきたいと思います。阪神の上本選手ですね。右投げ右打ちセカンド、スタンダードいきます。スタンダード9のチームは阪神。何を使おうかなって考えたときに、ラッキートレジャーヒーリングで行ってみようかなと思います。今回 GO! これでちょっと一挙なんでしょう、大きくちょっと成長でしてもらえればなと思うんですけど、狙うは新総力超人伝。あ、でも全体的に高い。ミートちょっと低いな。まあでもそこはでもしょうがない。さあ、一発目来い。新野球超人伝だったら最高。おー、まあまあまあいいよ。いや、それちょっとずつ上げてこうや。新補給超人伝いただきました。そしてガンダー。プロ入りが理想かな？来たー。来たかー。これ素晴らしい。やったね。いや、なんか普通に嬉しいですわ。なんか理想だなって言ったところに来てくれるっていう逆フラグ、これは活かしたいね。さあ行きます。はい、まずやる気絶好調。鳥谷選手、そう、ちょっと怪我しに、まあ鉄人、おい、回復どうしようかな。こっち行こう。はい、でここで痛いけど、まあ結局回復するからよしと。守備力結構取れたんでよかったかな。シャッフル、あーでもこれで選手には、ああっとこう、はい、どうもー。よし、守備力アップ素晴らしい。で、ちょっと補給も取っておいて、ゴール。お宝ザクザク、ステージ3あたりで来てほしいな。通過3が理想、やっぱり。特殊ステージは。矢部くんがいて、糸原選手がいると。どうしよっかな。まあ、総力を上げる上で矢部くんには会いたい、少なくとも。ほい。どうも、ヘッスラ覚えたらラッキー。覚えないか。肩アップ。はい。で、パワー。よいしょ。ほい、ノリノリー。さあ、ノリノリ超人伝、何が来る。新来た、新総力超人伝、素晴らしい。待ってたところに来てくれるのは非常にやっぱりちょっと、イエー、来た、無事。いやー、素晴らしい。青天国、まあちょっと天国かというとちょっと微妙なラインだけども、なんだろう、いいですよね普通に。どうしよう、あっとこうかな。はい、どうもー。粘り打ち。なるほど、なるほど。なかなかいい能力が。じゃあ、そしてパワーで、ミート、ちょっと、よいしょ。こうで、こうかな。はい。で、とりあえず、ゴールと。オッケー、ステージ3は大成功じゃないですか結構。ステージ4。さあ、この宝箱、俺は狙って、お願い、新パワー超人伝パワー D。見栄えは良くなってきましたね、だいぶ。あと、総力 B は持っていきたいな、気持ちとして。カレンさんちょっと怖い。軸ずらしてうまくいこう。うーわ、後半の鬼。様々。やる気がか、これは回復ますか。しかし、カレンさんに会いに行くというちょっと、デメリットというか、恐怖を考えたらこれは、どうしようかな。まず、はい。6。これ痛いけど我慢。痛い。えい。肩アップ。そして、結局、弾道1になっちゃったよ、これ。どうしよう。こっからどう弾道上げていけばいいんだ、これ。宝箱1個かよ、しかも。ラストはなんか2個欲しいですよね、やっぱり。まあ、とりあえずやっていきましょう。はい。総力は上げると。3って安いな。守備回、しかも普通の。普通の守備超人伝ってなんかもったいない感じするんですよね。ラッキートレジャーも、あ、よし来た、オッケー、オール総力。これはちょっとやりたかった。で、上の段行くとカレンさんが危ないから、行かないという選択肢を取ります。いいね、ヒーリングは元気今日は。はい。よいしょ。ういー、あ、選手に参った、やった。守備力、あ、いいね、守備力 A、素晴らしい。弾道 !1、2、3、4、5、6、7。で、一遍ちょっと帰って、まあ、野球マンもまだ来てないですし、で、ちょっとヒーリング動いてっていう。あ、野球も来た。2号か。あ、いい位置かも。どうだこれ。あー、無理か、ちょっと。1、2、3、4で終わろう。あ、やった、ラッキー。弾道は上がらないな。しょうがない。あ、ミート S 行くか、これ。行かなかった。で、そしたら、ちょっとここはてな行っちゃおう。
よし、大回復、素晴らしい。また遠ま、ちょ、遠く行けるな、これ。選手には会いたいか？会いたいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ちょうどいいね。はい。ヒーリングも、ちょっと鑑みて、いけると思います、これ。はい。総力 S。そして、会えた。よし、会えた。はい。何が、守備力アップ。ああ、なかなか、弾道が、ない。あ、プロ入りあるんだった。ああ、でもまあいいや。プロ入りあってもなくても、結果最後はもう青少なかったし。選手に会ってっていう。あら、もうそう考えたらもうちょっと S マックスいけたかな？忘れてたわ。まあいいやいいや。はい。あー、でも総力ってやっぱそうだよな。弾道3台あるわ。ちょっともったいない感じだ。でも粘り打ちはいけたかな？結果的に。まあ積極盗塁。盗塁はね、でも結構取れるんじゃないかなっていう感じがしますよね。セカンドとして守備力もピカイチだと思いますし。まあ、ちょっとやって、2周回してみてからかな、まずは。ということで完成となります。それでは、アップロードしておきましょう。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。というわけでね、次回も頑張っていきたいと思います。お楽しみに。じゃあね。ほい、1年間回してみた結果でございます。打率が2割5分9厘3本45打点20盗塁。やっぱり20盗塁2桁いきましたね。なんとかなんとか。で、まあ、そうですね。粘り、弾道は結局成長しなかったな。あ、でもパワーミートが上がるんだ。まあ、伸びしろはあるな。打率としてはチーム3位タイということになります。ホームランでも出るんですね、3本。よかったよかった、それは。打点45。これはチーム6位になります。なるほど。さあ、盗塁だね、問題は。まあ、三振は、101。ああ、101いっちゃった。まあまあいいや。デッドボール5つ結構多くねえか。デッドボール1番じゃないか。なんでこんな受けてんだろう。どうしたんだろう。犠牲、あ、バント11。あ、一応、あ、でもバント多いね、チームとして。で、犠牲フライが1個。併殺2、盗塁20。これはチームトップと言っていいでしょう。成功率が7割6分9厘。あー、なるほど。いいと思うんですけど。そうね。じゃあ問題は、それじゃあ守備はどうだと。あら、意外と。まあ、セカンドっていうポジションもありながら、でも、守備 A、補給 C でもやっぱり10失策はいっちゃうんだね。まあ、ヤマト選手。ヤマト選手もね、失策10あるんですから。12位だから、まあ、しょうがないところもあるのかな。でも、とりあえず、でも、それなりのでもまあ、うん、守備力誇ってるいいセカンドだと思いますね。特殊能力でもうちょっとあれば、また変わったのかなと思いますけど。というわけで、気に入っていただけた方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストする場合は、動画概要欄をまずご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。まただ。